皆さん、おはようございます。本日ですね、ついに待ちに待ったフェスの投票をしていこうかなと思いまして、今回のフェスのお題なんですけども、明日世界が終わるとしたら、いつも通りに過ごすか、やりたいことを全部やるか、助かる方法を探すと。これ三者三様、これ難しいね。だからこういうテイストのさ、フェス初めてなんじゃないかな。性格が出るね、これね。心理テストみたいだ。で、多分ここにいる、ほんわかしたクラゲたちは、いつも通りのんびり過ごすんだと思うんだ。このクラゲちゃんたちは。で、こういう賢そうな、イリオとかイカちゃんは、明日助かる方を探すんだと思う。はい。やりたいこと全部やる人って逆にいるのかな？一番多いのってさ、やっぱさ、いつも通り過ごす気がするけど、やりたいこと？好きなもの食べたり？ゲームしたりってことかな。あ、でもそれは俺の中でいつも通りだ。悩む。悩むなー、これ。投票。俺さ、この諦めきれない体質なの。だから、多分、最後まで助かる方法を探すんじゃないかなって思う。しかも、アルマゲドンとか俺好きだしね。アルマゲドン好きだから、宇宙船乗って、俺、行きたい、宇宙に。で、隕石に、勝手に隕石って解釈してるんだけど、隕石に爆弾仕掛けて、爆発させて地球を守る。うん。俺、そうする。